デビッド・スーシェは、イギリス・ロンドン出身の俳優。LWT のテレビシリーズ、名探偵、ポワロのエルキュール・ポワロ役でよく知られている。南アフリカ出身の婦人会士、ジャック・スーシェと、イギリス人の母、パトリシアの間に生まれる。兄のジョンはニュースキャスター。ロンドンを音楽演劇学校で学び、1973年から、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーに参加。オセロや、 ケンペスト、ロミオとジュリエットなどに特に悪役として出演した。その後、イギリスのテレビに出演するようになり、1989年から始まり2013年に完結した名探偵、ポワロのエルキュール・ポワロは当たり役となり、原作に最も近いポワロと称賛された。ポワロの作品はすべて読み、コアイロまで改や原作に忠実なポワロ像を描き出した。 ポワロ役をする以前の1985年に、テレビ映画、エッジウェア強殺人事件ではポワロに反感を抱いている、ジャップケーブを演じている。スーシェはポワロについて、この上ない贈り物を授かった。まさに神からの贈り物だと語っているが、ジャップケーブを演じた時のことについては、私の演技は最低だった。できれば思い出したくないと語っている。舞台でも活躍しており、 何度か、ローレンス・オリビエ賞などにノミネートされている。2000年には、舞台版、アマデウスでサリエリを演じ絶賛された。2002年、大英帝国勲章が授与された。ハリウッド映画では、エグゼクティブで市場の凶悪な、アラブのテロリスト役や、バンクジョブの裏社会のボスなど悪役を演じることが多い。NHK よび CS で放送される、名探偵、ポアロと、 その関連番組の日本語版では、熊倉和夫がスーシェの声を吹き替え、人気を博した。熊倉とスーシェの性質は、必ずしも似ているわけではないが、その独特の語り口は、スーシェ同様日本におけるポアロのイメージとして定着するに至った。熊倉の吹き替えは、スーシェ本人からも、熊倉の声が最も、ポアロの声によく似合うと、お墨付きをもらっており、 魅力の半分以上は日本語版の声であるとも評されるほど海外、ドラマファンにとっては馴染み深い著名なものとなっている。一方、デアゴスティーニジャパンから発売された名探偵ポアロではデアゴスティーニによる独自の吹き替え版が新読されており、上記の熊倉による NHK の日本語版とはキャストが異なる。ポアロ以外の作品でスーシェの吹き替えを担当した声優は、 以下の通り、ありがとうございます。